はい、今日はですね、サイバーシルクロード八王子っていうところで、まあ、中小企業とか個人事業主の方の、アシストとかをしてくれるところなんですけど、来ました。じゃあ行ってみましょう。はい、ではここからですね、4階に行っていきましょう。サイバーシルクロード4階ですね。はい、4階着きました。じゃあ早速行っていきましょう。はい、で入ったらすぐこういった形で消毒ですね、大事ですね、消毒があります。しっかり消毒していきます。はい、で入ってよいしょ、ここから進んでいきます。はい、でここから進んでいくと、はい、まず右側にこういった本ですね、本がいっぱいあります。で経営に関することで、私の知ってる限りなんですけど、経営してる人って本をすごくたくさん読む人が多いなって感じてるので、こういった形でここだと本が借りられるので、とっても大事かなと。ちょっと最近話題になったライフシフトとかもありますね。すごくこれ大事かなとは思います、経営に関する本を読むこと。はい、じゃあここから奥に進んでいきましょう。はい、こういった形でパーテーションですね、感染防止の取り組みすごく大事、話すことが多いのでこういったパーテーション必要ですね。はい、じゃあここから進んでいって、でここ相談コーナーで、私自身ここで何時間相談したことかって思うんですけど、ここで1対1とか1対2とか、まあ、人数は決まってないと思うんですけど、本当専門の方、あとは相談員の方と本当何時間も相談して、こういうホワイトボードとかもあるので分かりやすく、そうですね、使いましたね。はい、じゃあさらに奥に進んでいきましょう。私個人的にはこの眺めが、風景っていうのかな、景色っていうのかな、がすごくいいと思うんですけど、窓が大きいって大事かなと思います。はい、でここがメインのコーナーですね。でここで、まあ、私これ企業のコース、経営のコースとかはここで主に時間を過ごして勉強をさせてもらったんですけど、はい、じゃあここで一回ちょっとカメラを置きたいと思います。ここで同期の人とかと勉強をしていきましょう。はい、でここで、まあ、この動画を作った理由をここから述べさせてもらいたいと思うんですが、もちろんサイバーシルクロード のプラスにもなればと思いますし、ただサイバーシルクロードを広めたいとか PR したいっていうので作ったっていうわけじゃなくて、個人事業主、あと中小企業を経営する人、そういった方に向けてこの動画を作りました。どういった理由で、なぜそういったこういうピンポイントの人に向けて作ったかっていうとですね、個人事業主、あとは中小企業を経営する人って一人でずっとやってて相談をしないってことが私の周りだととても多いので、それってすごくもったいないっていうか、すごく悩んじゃうきっかけになると思います。でそこからもう相談をしないでどんどん悩んで悩んで、でもう手詰まりになっちゃうってことが本当に多いと思うので、なのでこういった時にこういう相談する選択肢、相談できるところがあるよっていう選択肢を提示できればっていう形で今回この動画を作らせていただきました。はい、もちろん専門家じゃなくても周りの家族とか友達に相談するってことも全然いいとも思いますし、でここだと専門のプロの相談員、相談してくれる、相談を聞いてくれる方、またはスペシャリストですね、本当ウェブを作るスペシャリストとか、あとは経営のプロとかにもつなぎでくれるってことをしてくれるので、すごくいいかなとは、こう知識を得るっていう意味でも、ノウハウを得るっていう意味でもすごくいいのかなと思います。はい、でここからはですね、個人事業主、中小企業をやってる人じゃなくて、これから起業したい人っていう方に向けての話をしたいと思ってるんですけど、私の周りでもこういうのをやってみたい、起業してみたいっていう人は実は結構多いですね。でそういった人の中で実際に動く、起業する人って実は結構少ないっす。はい、割合としては本当に少ないですね。感覚としては多分2、3割
自分の中で頭にはあるけど実際に動くの人は多分 2,3 割だと思います。でそれってすごく何だろう、多分先入観として起業っていうのはすごく難しいもの、あとはすごいスペシャリストじゃないとやっちゃいけないんじゃないかっていう先入観があると私はすごく思ってるの で実際に私も個人事業主として起業をして、で実際の手続きとしては実は起業って紙1枚を出すだけでほぼ終わるので、まあ、終わりますね。それが一応起業っていう手続き上にはなります。そんな難しいことではないの でそういった知識とかで起業とは何じゃらとかっていうのもこういうところで、まあ、情報も得られますし知識も得られますし、そういう右も左も分からない状態で誰かに相談するっていう機関が窓口があるっていうのはすごく強いので、起業ってなんだか不安だなっていう、どうしたらいいんだろうって、で実際に行動何もしないっていうのがほとんどだと思うんですけど、そういった時にこういう窓口がある、または別に知り合いに相談してもいいと思うんですけど、そういった形で何かのきっかけになるんじゃないかなって思って今回この動画を作らせていただきました。はい、っていう形で少しコンパクトめに、長く話してももうごっちゃになっちゃ分からないと思うのでコンパクトめに話して話させていただきました。私個人としてこのサイバーシルクロードで一番得た何かっていうと、起業のコースっていうのを受けてたんですけど、多分3ヶ月ぐらいかな。で、週1、3ヶ月ぐらいで起業コースを受けてたんですけど、私自身も。で、私が一番ここで何を得たかっていうと、やっぱ同期の仲間ですね。個人事業主と事業主としてやってると、やはり一人でずっと何かをやってるっていうので、孤独と必ず向き合うことになります。そして事業をやってる以上絶対に手詰まりになると思います。絶対になると思うので、そういった時に、まあ、こういう相談の窓口でもいいですし、あとはこの仲間がいるってことですね。同期の仲間、別に一緒にビジネスをするわけじゃないですよ、一緒に何かをするわけじゃないけど、気兼ねなく相談できる仲間がいるっていうのはとても大事かなと思うので、私自身心の支えになってるので、でここでその仲間を得たっていう事実があるので、ここでもやっぱ講義とかセミナーみたいなものもやってるんですけど、やってると思うんですが、そういったものもきっかけの一つにはなるかなと。仲間作り、知識を得るってことは本とかから全然できるとは思うんですけど、仲間を作るってことは実際に動いてやらない限り、何かをしない限りできないので、本当にそういったこと、仲間を得るっていう意味でおすすめかなと。相談窓口とか他誰か知り合いでも相談するの大事かなと思いました。はい、そういった中小企業、個人事業主、あとはまたこれから起業したい人っていう方に向けて、何かのきっかけになればなと、またちょっと心が軽くなる、楽になる、助かる手助けになればなと思って、今回このサイバーシルクロード八王子の動画、または、まあ、経営とか起業に関する私なりの考え方を紹介説明させていただきました。では以上で、バイバイ。トミーでした。